誰だろ、こんなの分かるか、ごめん女子。アンケートかもいいよ。どういうこと？確かに。でしょ、早く逃げないと。もう何が起きてんだよ。殺人鬼がいて。こんなのおかしいよ。助けを呼びに行こう。誰？誰なの？もうここまで来た。ラーサマンさん。早い。お探しかね。他のみんなを探した方が。マイクとジェスはお楽しみ中だし、サムは行方不明。少なくともロッジにはいる。ごちゃごちゃ言ってないで行くわよ。見ろよ、通信塔だ。パットエミリーパートはね、なんかどうでもいいんですよ。どうでもいいの。知るかよ。ワプチに、ワプチに。まさかのワプチに追い詰められる。あー、ここからか。あ、ここからなんだ。どうするつもり？キー貼っとけ。確かに確かに。落ち着け落ち着け落ち着けよ。いいぞ、いい判断だ。崖の上のマット。そんなことないよ、マット。遅いよ。え、なになに。おー、動けんのか。まあ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 負けてくれるんだね。そんなマットがワピッチの王みたいな。モーセのごとく。こんなにおったんか。あれ、エミリーついてきてる。エミリーもあなたは、ああ、ついてきてる。あなたにはそういう資格があったのねみたいな。まあ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 、安全だから。角が鋭すぎて。いや、うちダメでしょ。やらない方がいいでしょ。おお。ゆっくり。おお、いいね。危ない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 。今やってたらもうこのままもう。もうもうワピチになってて今。ワピチの一部になってる。結構でブル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 ってやってて、やれやれって感じだったから。やってたね、俺一人だったら。もう手前のワピチ興味ないもん、もう。もう腹減ったなみたいな顔して。崖の、あ、エミリー来ましたよ。あ、お、初エミリーパート。あ、なんかちょっと何このメニューのエミリーは。こんな顔、なんかなんでこの通路、知らない顔してるな。何この通路。確かに。何この通路、知らない通路。エミリーのステータスは、エミリーの顔しか見てなかった。なんで今反対側からいっちゃうの。あ、マット、やっぱりマット高い。あ、マット高いね。マット高いんだ。寛容さがもうないね、やっぱ ね。でもそういうイメージだわ。もうちょっと寛容になってもらおうか。ねえ。ねえ。聞いてる？ちょっと日本人寄りの顔だね。そうだ、日系だね。アジア風の。行こう。行こう。行こう。まあ、マット斧持ってるんで。もし無線で誰かと連絡がついたら救助を要請しましょう。待ってる間はどうする？ロッジに戻ってみんなを集めよう。ああ、嫌だ、ロッジは嫌。ここにいるべきだよ。誰かが私たちに接触してくるかもしれないし。まずは無線機を使ってみよう。どこだ。ここで割と一本道なんじゃない。そうだね。ああ、あったあった。おい、またデスゲームが。だな、見えないよ。何なのあれ。ただの常夜灯だ。センサーで作動したのかも。そんなハイテクですか。まあ、山小屋のやつが1年使われてなかったのにね。あ、ピチ来るたんびに光っちゃうもんね。そうだね。ワピチもでも学習して近づかなくなったの。ああ、そこ行くとびっくりするしな。そう、光るしな。眩しいしな。そう。お？なんだ？上がれるはしごがあるね。お、消えた。消えた。結構怖いよね。うん、こんな高い。はしごは怖いよ。バキンってなりそう。しかもこんなにね。うん、山奥のマット登ってこねえし。どこまで続くか分かんないはしご。お、いるぞ。お、あ、じゃあマットか。置いちゃうんだ。置いちゃうんだ。動かせる。あ、動かせる。あ、なんか光ってんのは登るだけかな。ね、これマット、マットいた方がいい。
待っと待っといね、なんで急に風が強くなるわけ。もうすぐ中だ。高くなるとね、風強くなるよね。そうだね。どっちだ、向こう側か手前じゃない、手前か逆だね。お、来た来た来た、マットニケロン。斧もったいねえな。ね、なんで置いちゃったんだろう、ね、持てないからかな。持てない、やっぱ持った状態で上がれないから。でもエミリーは懐中電灯持ちながら上がってんのにちゃんと。確かにそうだな。あとは自らミスミス武器を落としてしまった、うん、もう必要ないと。風がないだけで随分と暖かく感じるな。エミリーの、エミリーにすごい没入してるね。にしては男性だったけどね。めちゃくちゃ没入。すげえ誇り出んじゃん。ここで一晩明かしたい。ロッカーに隠そう、隠れようぜ。マットが入れない。いい雰囲気になってんじゃないよ。よくあるじゃん、学生のコメディのさやつで男の子と女の子が一緒のロッカー入っちゃって、スマイルで他の学生が帰ってきちゃうみたいな。あ、でも聞かない。なるほどね、電源が通ってない気もする。でも電気ついてたけど ね、 ね、なんか何かがあるはずだわ。主電源的な。なんか俺先に別、あ、そう、もうちょっとあるな。これなんだこれ、プリンター。プリンター、レシート印刷するやつみたいな。電気がなきゃ。電気通んのかな。ここで電気通すものってなさそうだな。ブレーカーとか。おお、ブレーカーとか発電機とかが。うん、寒そう、ごめんね、マット。マット全然協力してくれないじゃん。急に非協力的に。お、あ、ミッシング。かわいそうだ。行方不明ね。じゃあこれ去年以降じゃあ貼られたものってことだね。タトゥーあんねや。タトゥーあんねや。172センチ49キロって。結構でかいね。相当痩せてない？うん。でかいし痩せてるね。うん。外国人だ。デカの痩せだ。さあ、外行くしかないな。うん。外行くか。でも降りられもするんだよね。降りられねえわ、うん、まあいいや、外行くか、うん、外に、あーこれね、バコンってなるタイプね。 あ、なんかあった。これはブレーカーなのでは。あ、フューズボックスだ。フューズは抜かれてる。いや、さあ、いけ、バチって。おお、おー、よし、よかった。ついたついた。やった、つけるよ。いいぞ。よし、マットとエミリーに1点。どっからの視点。1点。とりあえずプリンターを。プリンターをとりあえず起動させる。あ、ついた。お、印刷されたよ。印刷。ダイ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 。ああ。ああ、ベスの方ね。ベスもミッシングなんだ。印刷しようと思って。あ、そう、同じ身長と体重じゃないですか。双子だから体重も一緒になるか。確かに。こっち。こっち。グリーン。お、お、なんか。お、お、ブラッドウッドデンジャーって言ってた。デンジャー。レスキュー隊的な意味合い。もしもし、誰かいますね。そこにいるなら何か言ってください。助けがいるんです。どうぞ、どうぞ。あ、もう。もしもし。あ、よかった、よかった。助けがいるんです。犯人じゃない。我々と接触を図っていますか。こちらブラックウッド軍のパークレンジャーです。信号がうまくキャッチできてません。ゆっくりはっきり話してください。どうぞ。お願い、お願い、助けて。いいね、警察っぽいね。閉じ込められていて、殺人鬼がいて。聞こえますか。もう一度繰り返してください。あー、通じてんじゃないか。誰か助けて、お願い。もしもし、マット。マット、教えてください。どうぞ。マット落ち着いて、マットが落ち着いてゆっくり喋ればいいのに。名前にしたら、私の名前はエミリー。もしもし、あまりよく聞こえません。繰り返して。ああ、でもいい、落ち着いていこう。私たちブラックウッドさんにいて殺人鬼に追われてて、そいつはすでに友達の一人を殺したの。
決お願いよ。聞こえてんのか。不安になるアングルだな。うわセンサーに引っかかった。多分地下かな。聞こえてますよ。やっぱセンサーだったんだ。つながった。回復次第って天候が回復し、いつになるの。夜明けです。早くてもね。どうも。嘘でしょ。やつがいる。私の方に来る。やつかな。やつかな。マット頑張ってそこは。でもなんか降りてった。なんだこれ。デンジャー足元に気をつけて。おお、なになに。え、倒れる。倒れる。あー、金具をワイヤーを傾いてない。あー、もう待って。どうなってるの。あー、マジで。これは無理やろ。燃えてるし。やばい。動くな。もうダメだ。これはもうやばい。これはいや、気張っとけ。どうすんだ。あ、これさっきあったのか。あ、エミリー、エミリー、これ割れるんじゃないのか。こういうの俺ジュラシックパークで見たことある。いいぞ、ミア。あーあー、いけなかったのか。これもう無理でしょう。ねえ。あ、あ、危ない。助かるには夢落ちしかない。ああ夢だった。ああ安心した。安心した。生きてる。マットは生きてんだ。エミリーがどうなのか。炭鉱って書いてある。炭鉱まで来ちゃった。炭鉱に、うん、沈んじゃったってことか。怖え。出れる。わあ、うわあ、あ、いいね。よく生きてる。よかった。よかった。今行く。いや、気をつけとけ。ここはかなり不安定だ。マット、今すぐ何とかしてよ、早く。お、元気だな。元気だ。考えてるんだ。少し待ってくれ。いいから、さっさと私のこと助けてってば。落ち着きなさい。優しくしよう。いや、ここは優しく。疑ってもよかったな。ここで、ここで。確かにな。言ってもね、裏切ったからな。上に怒鳴るのはやめて、集中させてくれよ。いいか。ああ、そう。好きなだけ時間をかければいいわ。どこにも行かないから。どっちでもいい。まあ、心配しようか、ここまで来たらね。君のところまで行って引っ張り上げてやるよ。ねえ、早く、このバカみたいな塔から降ろしてくれる。バカみたいな。もう何とかして。おぉ、スクースクースクースか。ほら、マットはいいやつであってほしいぞ。マット、そんな、マット崩れるぞ。スクースクースクー。おぉ、いいね。スクえんのかな。ねえ、そこよね。ここでこんな状態でさ、あとぶら下がってたらこの、ね、いいぞ。頑張る。あー、どうなる。エミリー。あー、でもマットも、マットも落ちるか。マットも一緒に落ちる。安全策取った方が良かったのか。安全策ってでもなんだろう ね建物自体は多少ないもんね。ってとりあえずさ、足元を安定なとこにあれしてたのかな。エミリー、なんかみんなひどい目に遭わないでほしい。本当だよ。ここまで来ちゃうと散々愛着が湧いてきちゃう。愛着湧いちゃう。
でもみんなどうせ死ぬんだよな、まあ、マットは割と最初からいいやつだったからな、普通に、ね、足引きずっちゃってんじゃん、ねえ、ステータス変わったかな。こんな状態でも寛容がすごい、あー、ドドメイター、勇敢だね、あ、いいね、なるほどね、あ、エミリー出たね、なんでエミリー、ま、え、なんだ、なんか落ちてきた、あ、え、え、なんだ、なんだこれは、なんだなんだ、引っ張ってるけど犬っぽいぞ、犬に噛まれてるの、なんだこれ、違う、引っかかってるな、え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 、あー、これは撃つんかー、撃つんかー、デッドバイ、デッドバイ、あー、なんか霊的な力ですね、なんかデッドバイデイライトで慣れてると思ったけど、上にいなかった、僕は見てないけど降りてきたんじゃないのかな、私も見てないんだけど、冷静だな、違う、久々、助手ごめん、あ、お、今の何なの、なんだよ、何が起きてんだよ、ミヤはこの人たちを見るたびに助手をごめんと言うしかなくなるんだ、ブリス聞いて、ナヤでのことだけどすごく辛かったでしょ、親友だったし、アシリーやめろ、私はただ助けてくれてありがとうって言いたくて、それは当たり前だろだって君を危険な目に遭わせるなんてできない、なんかでどうにかできたんだろうなって、さっき見たやつだな、ね、シアタールーム、うん、ただシアタールームだね、クリスってさっきの女子と仲良かったでしょ、そんなことより今はサムを探す、でもだってね、そう確かにね、やめてくれ、まあ、さっきのことは考えたくないんだ、自分のせいでね、サムを探すんだ、サムは、あ、サムの足取りを追っていけばいいのか、そうじゃない、うん、ただその奥の奥から扉こう、でもその殺人鬼と鉢合わせても嫌だよね、おい、なんで閉まるの、そこなんだよね、え、演出で終わってほしくないんだよ、オカルトなんだよ、もう、もうカルトになっちゃうのかな、でもなんか犯人は、いずれ犯人は何人かいるイメージだけど、でも、ね、1人じゃだって時系列的に無理だもんね、あんだけ君なんだけどいけないんだ、一回試してもダメとしかない、おお、怖っ、オカルトだよこれはもう、確かに、ああ、あれ初めてのパターンじゃないの、ね、今の見た、ね、普通に貞子みたいないたけど、見たって何を、あれだってクリス、あれなんだよあれって、なんかそういうのいらないんだよ今のこのパターン状況で、はいはい、本当だってば、クリスのそういう反応いらないんだよ、どうして信じてくれないのね、私が見たってだけじゃ、ここまで来たらもう信じるしかないだろ、僕らはクリス、ひどい目にあった、いい、君も僕も頭がパンクしてる、もう何が現実かわからないんだ、そうだよね、いい春、ね、納得したいけどな、俺いい春、納得したくない、納得いいよ、自然じゃ納得すんの、わかんない、わかんないけど私何か見たの、クリス心配するなって、君は、いや僕も今頭がどうかしてるんだ、一回落ち着いて冷静に考えよう、クリス、とりあえず落ち着こう、クリスの話し方って面白い、なんか危機的状況でもサムがいるとしたらここしかないだろ、頭がいいから、ね、ムードメーカー、先に他のみんな探そうよ、ね、サムがトラブってたら助けてあげないと、そんなあ、行こうって行こうってね、演出の上で開くドアに対してやっぱ演出なのかな、演出なのかな、買うしかないよ、ね、いやいやいや、もうこのゲームのリアルなところは走るっていうことをしないってことかな、なんかこういう状況って普通走んないじゃん、逆に的に走んないけどね、この人たち、あ、まあムービーだと走るけど、
でも追っかけられたら走るけどね。ボカルトだって。本当だね。どうなってるんですか。急にどうした。木馬がぶつかったんだよな。ぶつかってないよ。タイパ木馬がぶつかってないよ。もう分かんない。なんでいきなりホラーっぽくなるわけ。ドアが閉まる。そうそう。もそうなんです。幽霊とかもう意味分かんないよ。なあ、僕たちがここに何しに来たか忘れてない。あなただって透明な白い何かがすぐそば通っていたの見たでしょ。幻覚かもしれないだろ。絶対にいたんだってば。ああ、そりゃ僕だって見たさ。納屋で女子の身に起きたことをね。今はそのことで頭がいっぱいだよ。ああ、クリス、ごめん。本当に。でももっと心配なのはサムのことさ。もし本当に殺人鬼がいるとしたら彼女も殺されたかも。やめてよ、お願い。やばい、クリスがちょっとサム側に優しそうに気持ちがねえ。あ、倒れてない。倒れてる。そう、本当だね。綺麗になってる。戻した。ん、なんか見つけられるのかな。いや、戻してんのかな、これって。わざわざ戻す。でも戻ってるからね。取っ手がない。ダメか。取っ手がなくなってると。ここでまた、まあ、さっきは上に置いてあったからね。倒してゲットしたけど、まあ、あの犯人が戻した説は全然あるよね。そうだね。わかりにくくするためにね。うん、取れないよね、この感じ。あの向こうにいんだよな。おう、ビニール袋。取っ手を探す。ちょっと待って、めっちゃお化けじゃん。もうえクリス。腹立つよね。いいんだよお前そんな。今の一瞬が大事なんだよっていう。幽霊に追いかけられてるなんて。アシリー落ち着け。いいか、幽霊なんかいるわけない。何の幽霊だよ。どうせ女子のことでパニクってるだけだろ。見てないからでしょ。私見たの。女子のことでパニクるわ。そんなにそっくりだった。待てよ、なんだって。それがベスカも。おいおいアシリー、高齢界からここまでついてきたっていうのかよ。そうかもしれないじゃん。なわけない。だって幽霊は絶対存在しないんだからね。なら、あの時話しかけてきたのは誰だって言うわけ。知るかよ。お、え、サムかな。あ、サムか。行け。なんなの。でも白い服を着た女の人っていうか、まあ白いタオルを巻いた。そもそもサムだった。サムはありえるけ。あ、え、あれ、何の鍵だい。何の鍵だい、これ。なんだろうね。ほら。あ、おるおる。髪型的にサムじゃない。サムじゃないよ。見てよクリス、見えないなんて言わないでよ。今のクリスは見えたぞ。ほらね。あれは。見えてるんでしょ。あ、いや、僕はこんなの馬鹿げてる。クリス。おお、でも見えたっぽい。よかった。一緒に見えたってことは、まあ幻覚とかではない。うん。お、お家、お家があるね。お家だ。見てよクリス。お家って言い方。あ、怖い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 。近寄らないで。ミニチュアの家具、うん、全部人形も何も。怖い。あ、再現されてる。ああ、なんだこれ。窓だ。ほら、あ、鍵だ。そう、なんか鍵か。さっき起きそうでやだ。本当に。あ、わあ、怖え。おい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 、待てって、これはどういうことだ。これって去年の。これはまんま僕たちだ。ああ、こうやって待ち伏せてた。うん、最初の、まあ、みんな裸ではなかったけど。恐ろしいほど正確に私の位置とかマットのも。あの部屋にいた誰かが作ったんだろ。それか。私たちを見てた誰かがね。警告なのかも。それか僕たちをからかうために誰かが。違う、幽霊が教えてくれてる。ハンナとベスを殺したのは殺人鬼の仕業だって。その殺人鬼が僕たちを陥れようとしてるんだ。こんな手の込んだことまでして。僕たちみんなを狙ってるって言いたいんだろ。うおどうなんの。どうなんの、そっから。急に開いたけど。急に開いたけど、ね、2013141414。
2013年の14日、うん、14月の話。2013年14年だな。ママがやっと許してくれた。招待状も送っちゃった。いよいよパーティー、ほんと待ちきれない。なんとこれ、アシュリーとマットとサムは来るみたい。マイクはまだ、気にしなしか。マイク来るって。ジョッシュに電話あったみたい。みんなで一緒に山で過ごす。パーティー、山へ行くって超最高。暖炉と暖かいお風呂、それにマイク、彼と過ごせるなんてもう読めない。悲しい。もう読めない。辛いね。すごいマイクってハートがついてんの本当に好きだったんだろうなっていう。そらあんな傷つくわね。なんだ。マイク持てるね。向こうから聞こえた。あんなロマンチストなのに。まあ、今はもうロマンチストのかけらすもうかけない、ただの勇敢な勇敢なマイク。同じじゃない、撮ったからって意味ないよね。うん、大あーごめんなさい。大学生の書く日記か。煙なんだい、なんだ、何の煙だい、冷気みたいな、上から来てるけど寒そう、モンソンだな。うわシンプルにシンプルにお化けやん今のは。えクリスクリス行っちゃったね。なんでクリス行っちゃった、見たでしょ、シンプルにお化け。シンプルにお化けだったね。シンプルにお化け。急に懐かしい気持ちになっちゃう。なんかハンナのね霊かと思ったら普通にお化けだね。ずっと新しいカタログ、しかも業務用の電球、意味わかんない。あ、見て丸がつけられてる。今のプロジェクターだ。煙に透過映したんだ。なるほどね、賢いな君。多分。あ、ハサミゲット。いやだな。ハサミはね、あって損しないから。あって損しない。いくらあっても。なんかこじ開ける時にもいいし。あね。指挟まれちゃった時もきっと使える。どんどん不気味になってくんだけど。おお、戻しちゃったよ。うわあ、やあ。ホックロ落ちが。触んない方が良かったじゃん。結果論だろ。はい。いや、よくこれで、ああです。もうだいぶ免疫ついてきてんだね。もうなんかどうにでもなる。今のプロジェクションマッピング的なあれだとしたら、なんかあれだね、怪しくなってくるね。作られたもの感が。手の込み。ただ扉はちょっとまだ解決できないぞ。確かに。扉の開閉が。この辺なんかあるかな。いいか。うん。うん。いや、もう行こう、先行こう。先が気になる。ジョッシュもまだ生きてるんだろうけど。私たち、一体、どこに。ジョッシュは生きてないでしょ、もう。おい、嘘だろ。ここのこと知ってた？いや、知ってるわけないだろ。これじゃまるで違う施設だ。その通り。なんだ。また、やだ、驚かしポイント。あ。もうこれ以上耐えられない。そうだね、どうする。僕も限界だ。去年の出来事をただ忘れたかっただけなのに。正直言ってハンナも軽率だった。まあそうね、そうなっちゃう。でも誰かに一度夢中になっちゃうとね。じゃあつまり結果から言うと、僕たちが最悪な目に遭わせたもんだからハンナは逃げて行方不明になっちゃったってわけ。まあそうだ、その通りだよ。まあ同情かな。同情だろうな。誰だってあんなことされたら逃げるでしょ。笑い物なんかになるくらいなら。僕はなったことがない。知らないだけ。え？クリス、ハンナを晒し者にしたんだよ。みんなの前で、好きな人の前で。それ以上最悪なことってないでしょ。あ、ステータス更新された。ちょっと下がったんじゃないかい？寛容がやばい。あ、クリス上がったんだ、もし。クリス好きなの？確かにね。あ、この状況だとね。お、なんかある。すごい、透けてる。
あ、そんな。それは何これは。サムのブレスレット。絶対外さない。ブレスレットか。絶対外さないんだ。サムを見つけよう。今すぐに。どこ行ったんだサム。やだな。嫌な感じになってたらやだな。絶対外さないものが外れてるってなんかもうね。もうね。ペロン。偽の新聞。偽の新聞。偽新聞。なんで偽物なんか作るわけ。それは。なんで偽ってわかるの。確かに剥がしたから。確かにね。うん。ちょっとよくわかんないぞまだ。ね。まだ点と点はまだ点のままだぞ。クソ邪魔だクリス。クソクリス。クソクリス。クリス。じゃあ近くに行ったら進んでくれよ。これ以上進むなんて私絶対に嫌だからね。アシリー、気持ちはよくわかるよ。僕だって怖いんだから。でも下にサムが殺人鬼といたとしたら立ち去るっての？見殺しにすることになるんだよ。ゴーラ、俺は行くけど躊躇する。いやいいよ、行こう行こうよ。こんなもんは行くしかないよ。アシリ、来いよ。いつも正しいこと言うんだよ、ね、そんなことないよ。だって正しいことは正しい。だけど本当は行きたくないし。ダメ、サムを見つけなきゃ。ここが厚切りジェイソンだ。言われてみれば。広いな。広いね。広いな。なんか上に光ってる。クリス、すごく変な感じしてるけど。何が？その偽の新聞と女子を殺した男は関係あるんじゃないかなって。どんな風にさ、全部仕組まれたってこと？うん。でもどうやって？まだ分からないよね。辻褄は合うんだけど、何か見落としてる気がして。え、見落としてんの？それともこれから先に何か？あるんじゃない？行ってみようよ。いやー怖ーい。うわ、うん、なにこれ。怖いねー、これまた。これはなんかテレビライツ。何テレビライツ。バッテリーとタイマー。手がかりなんだこれは。ほっとくのこれ。ね、なんだあの。なんか後で火種とかなんか、ね、ガス爆発とか起きそうな。クリスもクリス全く気にしないんだ。うわあ、拷問器具みたいな。ね、なんか振り子刃の拷問機械だ。これドアバーンって閉まるんちゃう？うわあ。ああ、ほら。もうやめてきたね。オカルトだよ。ちょっとこれはサマンサがちょっと大変なことになってんじゃないのか。逃げ切った感あったけど。あ、結構眠らされちゃったのか。眠らされちゃった。あ、そうだね。なんか、吸わされたんだよ、ね。うん。どうしたクリス。あ、くっそ。これを見て。サムの缶。え？開けられるか試してみる。開いたけど、ね、めちゃくちゃ重い。気をつけて。通るなら今の人、あんまり長くは。早く通って。向こうに、サムが本当にいたのか。わからないけど、確かめようよ。いや、誰かが怪我しているのだけは間違いないな。手遅れになる前に行こう。行くわ。うわ。ごめん、調べた方が良かったかもしれないけど。いやでもね、どっちもありだな。離れるのはちょっと。ん？これはあ、でも新しい人だね。いや、今のライダース着てたのは意味わかんない。あれだ、こんなにサムの服装だ。サム？ありえない。サム、洋服盗まれたって。あ、そうか、盗まれたから。なになに、いるの？そこにいたよね。待って、あ、サムか。あ、これはサムの服だ。着せられてるだけで。本当気味悪い。殺人鬼はここにいたってことか。いないといいけど。もうどうしてこんなここに。分かれば苦労しない。
これはサムじゃないのか。サムではない。服着せられたなんかマネキンって言っちゃうもの、うん、よ。手を見ると違う。なるほど。首も見ると違う。よかった。いや、わかんないよ。悪心。サム？あ、サムが。サムは死なないでほしい。サム寝てたはずだけどね。うん、いや、寝てて、寝かされたけど、またゲームをやらされる。あの、ジョッシュと。クリス、あ、そうだ。あ、どうなっちゃう？サム？どうなってんの？どうなってんの？うわぁ、やだ。絶対死んでるじゃん。さっき生きてたけどね。サム、あ、寝てた。なんでさっきの声は。いや、彼女は絶対死んでない。なんでわかる？まだ生きてる。それだけ僕も見える。じゃあ、どうしてこんなことに。気を失ってる。ああ、もうやだやだやだ、やばいよ、やばいって。サムを運び出さなきゃ。お前はまた同じ鉄。警戒しろ、警戒。あ、また。ああ、吸わされる。吸わされて。同じ手順だ。ミヤ、キー貼っとけ。何か解決するのかこれ。あ、撃てる撃てる。いいね。ハサミ持ってて、ハサミ持っててよかった。そんなことではダメだ。殴られた。あー、殴られた。あれ、今のが一番最初の。あー、確かに。あ、殴られた。あの、何度も見た。うん、あ、そうだね。またデスゲームが始まる。アシュリー、アシュリー、そんなんじゃダメだ。そんなんじゃダメだ。言われましたけど。精神説教された。あ、上にあるよ。うわ、また。いや、これはデスゲームだね。やだ。なにこれ、やつだ。ねえクリス、こいつが女子を殺した。左腕がなんなの、抑えられてる。この人殺し野郎。あ、左手だけなんだ。絶対殺される。あ、で、拳銃。拳銃だ。あー、確かに。言っとけばよかった。お互いに撃つみたいなやつかね。こんなのフェアじゃない。でもロシアンルーレット的な。クリスだけが片方あるから、自分か相手かみたいな。あー、そういうこと。ほら、言って。いつも曖昧にしてたけど、でもそれも全部無駄になっちゃうんだよ。無駄になんかならない。どういうこと。君と一緒にいられたことが僕にとっての一番の幸せだった。何言ってるの、クリス。ごめん、もっと早く伝えてれば。クリス、アシュリー、ここから出られたら。うわぁ、助けて。絶対助けて。死なせるよ、マルカ。どうしたらいいんだ。どうしたらいいんだ、これは。僕もっとのショック。あ、くそ。大丈夫さ。ああ、怖いかい、アシュリー。お楽しみはこれからだ。今日すでにクリスは一つ運命の選択をした。そして今、新たな決断をする。クリス、目の前にある銃を取ってアシュリーを撃ち殺すから自分を撃ち様へ。やっぱり機械壊せないかな。なんで君だ。機械だな。おーおーおー、やってくれるね。バカはよすんだ、クリス。ホテルの後。あ、そういう…キロキロ。あ、ちょっと…え、どうした。クリス、クリス。でも今狙うしかなかったんだよ。やめて。今スティック動かしてたけどね。うん。あー、もっとキロキロしよう。あ、これ待ってみる。待つと二人ともなのか。まあ普通に考えたらそうだね。でも最悪二人でもいいやって思うんだよね、俺。まあそうだね、片方が死ぬんであれば。ちょっと待ってみるじゃん。こう、あえてね。ギリギリになったらなんか出てこないかな。なんかないかな。なんか暗転なのか。暗転なのか。このまま、そうだね。ダメ。お？ダメか。どっちにしろ。でもトロフィーをなぜか獲得できたぞ。まあいろんなパターンがあるんでしょうね。君は行き過ぎたのだよ。わからないのかね。え？めちゃめちゃ怒られてる。君のこの拷問まがいの行為が行き過ぎだと言ってるんだ。押さえてる方を。他人の人生を神のように操る権利など君にはない。君は特別ではないんだよ。ああ痛そう。犯人、まあ、君はおかしい。そうだね。手に負えないほどだ。あの子たちに一体何をしたんだ。ああ
一体何をしたというんだ、このバカな言っちゃいけない言葉。この人は何なんだろうね、何なんだ一体。犯人か雇い主かなんかなのかな。何なんだろう。ちょっと僕も辛いっす今日。このあらすじだけ見ようか。ねえ、ちょっとみんな。うわ。そんな。クリス、選ぶのは君だ。もしもし、何だったら助けがいるんです、お願い。ああ、何だった、ああ、エミリー、エミリーは急でも死んでるかどうか分かんない、分かんないよね、まあちょっと厳しいよね。マットは残念ながら、マットはね、ああもう一回見せる、もう見たくないよ。内側から刺さんのはちょっと慣れてない、ああマイクも爆発したのか。マイクはね、よくわかんないんだよね。これなら助かってんじゃない？ね。